人情カの分類人ア族は、哺乳孔霊長名人か人赤人族のア族である。人族には他にチンパンジーア族が属し、人ア族はチンパンジーア族の姉妹群である。人ア族にチンパンジー族を含める説もあるが、ここでは先に定義したチンパンジー族の姉妹群について述べる。逆に、この系統に族などより上位の階級を当てる説もあり。 その場合は、キトア族というタクソン名は使われない。分類階級が不安定なため、しばしばこの系統を指すのに人類という語も使われる。チンパンジーア族と分かれ、直立に即歩行をする方向へ進化したグループである。分子系統学的知見から、両者が分化した時期は、約600万、約500万年前と推定されているものがある。しかしその一方、 基地で最古の人類である可能性が高いとされるサヘラントロプス属の化石は約700万約600万年前の地層から産出している。約700万年前にヒトア族とチンパンジーア族に分岐したと推定されている。DNA の変異にかかる時間に基づき推定すると800から700万年前に分岐した可能性が高いとの論文が発表されている。 分子系統以前は、人上化は人類のみからなる人化と、すべての類人猿を含むオランウータン化の2化、もしくはオランウータン化から、テナガ猿化を分離した三化に分類されていた。つまり、人類と類人猿もしくは人類と、大型類人猿が互いに、姉妹群だと考えられていた。しかし、分子系統により、人類の姉妹群は、チンパンジー族と判明し、人類には、 都がより下の階級が当てられるようになった。今では使われないものも含め以下のような分類がある。出典の中には諸説のうち一つとして挙げているものを含む。ありがとうございます。